アナウンサーは今も昔も花形の職業、憧れを持つ人は多い、そんなアナウンサー職だが、テレビ局に所属するサラリーマンであることも事実、有能かつ所属歴の長い人物は役職につき、出世街道を歩むこともある、そこで今回は、実は偉い、アナウンサーとその役職を紹介したい。 三浦あさみやな日本テレビチーフスペシャリスト日本テレビアナウンサーで朝の情報番組 ZIP に出演中のミ浦ーラーサミアナ同局のエースとして24時間テレビや昼なんですすスッキリなど日本テレビが誇る看板番,番組に多数出演している 三浦アナは今年6月1日付でチーフスペシャリストに昇進。日本テレビによるとチーフスペシャリスト職は4段階に分かれており、同アナは上から3番目とのこと、今後は通常業務に加え、更新の指導にも当たっていく。 日本テレビの石澤健社長は定例会見で三浦アナのチーフスペシャリスト就任について、史上最年少と明かし活躍にふさわしい役職と話した、同アナの昇進には、すごい、さすがなど、ネット上でも驚きの声が上がっている。 安住慎一郎アナ、TBS 役員待遇エキスパート職 TBS を代表するアナウンサーで、現在は朝の情報番組ザタイムのメイン MC、情報セブンデイズニュースキャスター TBS ラジオ安住慎一郎の日曜天国に出演中の安住慎一郎アナ、オリコンが実施する好きなアナウンサーランキングで5回連続1位になるなど、男性アナウンサーとしては屈指の人気を誇る。 安住アナは出世の方も順調で2019年に係長から一気に局次長待遇に昇進翌年には局長待遇そして2023年には総合編成本部アナウンスセンター役員待遇エキスパート職に驚異的なスピードで出世をする安住アナには社長になりそう天下取ると思うなどの声が上がっている江藤愛アナ TBS エキスパート特任職トップスペシャリスト 2009年に入社したえとちゃんこと江藤うあいアナ現在タレントで女優の田中みな実と同期の江藤アナは「花まるマーケット」や「CDTV ライブ」「ライブ」など TBS の人気番組に次々と出演2022年9月からは「昼帯」に出演し「同年『ザタイムの金曜 MC を担当 TBS 女子アナのエースとして活躍を続けている そんな江藤アナは2021年にエキスパート特任職トップスペシャリストに昇進 TBS には同アナよりも年上の人気アナウンサーが所属しているが先輩をボボを抜きにする形でのエキスパート特任職トップスペシャリスト昇進となった異例のスピードで昇進した江藤アナほぼ毎日テレビに出演しているだけにスピード昇進にも納得の声が多い